ですね、ここがですね、船長のお部屋なんです。どうですか君たち、女の家に招かれたことがかつてあったかしら。この壮絶な色気を放つ女のね、この香りにね、ちょっと興奮しすぎて鼻血を出してしまわないように。あ、ドアどうした？そうなんです、このドアの穴はですね、深夜2時にワザップ光彦の練習をしていたら、近隣の方にドアを蹴り飛ばされまして、その時に開いた穴です。ですね、深夜2時にね、叫んではいけないと。あ、聞きたいですか？ワザップ光彦、聞きたいですか？あ、しょうがないですね。欲しがりですからね。与えていきますよ。いきます。あなたを詐欺罪と器物損壊罪で訴えます！理由はもちろんお分かりですね。あなたが、みんなをこんな裏技で騙し、セーブデータを破壊したからです。覚悟の準備をしておいてください。近いうちに訴えます。裁判も起こします。裁判所にも問答無用で来てもらいます。慰謝料の準備をしておいてください。あなたは犯罪者です。刑務所にぶち込まれる楽しみにしておいてください。いいですね！そろそろ船長も緊張がほぐれてきましたので、本題に入っていきましょうか。インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、イエーイ、イエーイ、